宮古そば具材は麺のもとに隠されている。宮古そばは沖縄県の宮古島発祥の沖縄そばである。麺は細く縮れのない平麺で、スープがあっさりしているのが特徴である。立ち行きと同様に油処理した茹で置きの麺が用いられる。具材は沖縄本島のそばと同様に三枚肉とかまぼこが標準である。かまぼこは 宮古島特有の薄く波打った形状のものが使用される。伝統的な盛り付けでは具材を麺の元に隠し、刻みネギだけのかけそばのように見せるのが特徴である。肉とかまぼこは麺の間に挟まれる場合と丼の底に敷かれる場合があり、丼の中心部に麺をうずたかく盛り上げることも多い。このようにする理由としては具を温めるためとか、 盛り付け済みのそばの上にサービスで麺を足したのが、始まりとか、具も乗せられないくらいに、貧しいというふうに見せることで、近所の目や、年具の取り立てに対抗しようとしたとか、具の大きさや量で喧嘩しないよう麺で隠したとか諸説、あり、真相は不明である。ただ、近年では、他地方のそばのように上に置かれることも多く、早期そばや手引きそばなど当該から伝わったメニューの、場合は、具材が、 麺の下に置かれることはない。店によっては、カレー粉がテーブルに置かれており、好みによって振りかけて食べることがある。沖縄生麺共同組合は、以下の10項目を、本髪や小蕎麦の定義としている。沖縄県宮古島にて製造された、物原料小麦粉タンパク質11.0%プラスマイナス0.5%回分0.42%以下。 加水量小麦粉重量に対し34%以上から36%以下、乾水棒面2度から4度食塩棒面5度から10度、熟成時間30分以内麺洗面の厚さ1.5から1.7ミリセ取シ手薄ン十10番から12番を基本とする。茹で水の pH8 から9茹で時間、約2分以内で十分加食状態であること仕上げに油処理が施されていること。 ありがとうございます。